にゃちゃんの旅2日目スタートです。この日はあいにくの曇りの天気ですね。日課のマーケットニュースチェックです。今日はヘアカットと腰に違和感があるのでマッサージを受けていきます。あとはフリースタイルで行こうと思ってます。朝は散歩で有酸素をこなしつつ朝飯を調達していきます。にゃちゃんを中心に展開するコーヒーチェーンにやってきました。ベトナムのアイスコーヒーカフェダーをオーダーしました。近くに美味しそうな屋台を発見。朝飯はベトナム版おこわにしてみました。おこわはベトナム特有のあっさりとした味付けともちっとした食感が、いいですね。おこわの上にかかってる豚をだしっぽい味付けで糸くず状に乾燥させたものがかかってて、これが塩っ気あってうまいんですよね。食後に苦味が強烈なベトナムコーヒーで締めです。カフェインをギンギンに摂取したところで朝のワークアウトに取り組みます。このホテルのトレーニングルームは後ろのマシンが壊れたりしてて合ってないようなもんですね。はい、モーニングルーティーンが終わったんでヘアカットに行ってきます。特に大きなショッピングセンターがありましたね。これは住めそうだ。はい、着きました。ベトナムの美容室のチェーンサーティシャインですね。中はこんな感じ。1階でシャンプーとかマッサージとかやってもらって、で2階に上がってヘアカットしてもらうっていう流れです。終わりました。カットシャンプーはもちろんヘッドマッサージやフェイスケアを含めた10メニューのフルコンボで720円。安いっすよね。そしたら昼飯食っていきます。この趣深い路地最高っすね。途中で観光名所にゃちゃん大聖堂を見つけました。近くのこちらの店で昼飯食べていきます。はい、ブンチャーというベトナムのつけ麺をオーダーしてみました。つけだれの中には焼いた豚肉とハンバーグ、そしてタレ自体がちょっとオイリーでガッツリ系ですね。タレはベトナムの魚醤ヌクマムをベースに甘酸っぱさをプラスされた味わい。麺はブンという米麺でそうめんのような感じで暑い季節にぴったりな仕上がりですね。さらにニンニクとパクチーというタッグチャンピオンが加わればまずいわけがないですよね。店員さんもフレンドリーな方で最高のお店でした。ごちそうさま。そしたら今度は食後のデザート食べに行きましょう。こちらケムボーというアボカドアイスのお店です。下の緑色がアボカドで上の白いのがココナッツミルクですね。これはよく混ぜ混ぜしてからいただきます。
このアボカドの濃厚な旨味とココナッツミルクの爽やかな甘さのコンビネーションがたまんないのよ。お次はマッサージです。目の不自由な方による施術が受けられる店にやってきました。中はこんな感じ。リラックスとは無縁のガチのマッサージ屋です。腰の違和感がやや収まったんで良かったんじゃないですかね。天気が少し晴れてきたのでビーチにやってきました。ビーチ沿いに歩いてホテルに戻ります。もうこの雰囲気の中散歩してるだけで最高なんですよね。お散歩の後はホテル向かいのコーヒースタンドでコーヒーブレイクです。ホテルでゆっくりしてたらすっかり日が暮れちゃいましたね。というわけでこれから夕飯食べに行きましょう。来ました。ラッカンビーフレストランですね。入っていきましょう。ここはニャチャンで有名な焼肉レストランで、ローカルの人がたくさん集まって混雑してましたね。はい、お肉の登場です。スパイスに漬け込まれた肉って感じですね。焼いていきましょう。タレは2パターンで、肉まんベースのものとライムプラス岩塩の塩だれって感じですね。肉は噛み応えのある赤身肉って感じですね。日本の焼肉に慣れてるとちょっと硬いなって感じですね。やたら量の多かったガーリックチャーハンとともに完食です。ごちそうさまでした。帰りはね、夜のビーチを堪能しながらホテルに戻りたいと思います。いやームーンライトが映えるって話。これローカルの人が夜のビーチでゆったりとした時間を過ごすってまたおしゃれですね。はい、ホテル着きました。2日目はこんな感じでした。それではおやすみなさい。